どんな思い？まあ出れる日を想像しながら今を頑張るだけって感じですかね僕は。いや沈んでる時もありますよ。本当やりたくねえなって思う時もあるけど、でもなんかまあサボったら試合には絶対出れないし、まあそれを考えて常にこうやらなきゃなやらなきゃなってずっとやってましたね。まあやっと来たなっていうのは一番ですね。で絶対やってやろう、絶対無失点で勝ってやろうっていうのはもうほんとずっと思ってましたね。試合中もずっと。でまあ 0-0 の状態がずっと続いたんで、まあ中の選手もすごいこう気張ってやってくれたのもあるんですけど、まああれが 1-0、2-0、3-0 ってなっても、まあ、僕の中では1点取られたら意味ないっていうのはずっと思ってました。ルヴァンとか出てた時は試合出てまた1ヶ月後に試合来るとかだったんで、こうまあ一喜一憂してた部分ももちろん、まあ、少なからずあったんで、まあ、そういう面では、まあ、次の週また試合があるってこう自分に聞かせて、まあ、別に喜ぶとかでもなくて、まあ、次の準備をしようっていうふうに言い聞かせてやってましたね。いや、それはたまたまっす。それはたまたま、まだたまたまっす。だけど、それを、こう、まあ自分のおかげではないですけど、まあ結果として出せれば一番いいかなと思うんで、そこを目指したいですよね。いや、個人としては、まあ試合に出続ける。で、まあ勝利に貢献するっていうのはもちろんそうですけど、まあ、J1 上がるとして関わり続けたい、それは一番ですかね。